T シャツに関しては全部じゃないです。ある限られた T シャツだけが、僕はいつもね、履き心地が悪くて、もう履かないんですよ。あれはノースエースの中でも隠れた名品っていうところでね、三種の神器って僕は勝手に呼んでたりしてるんですけども、はい、本日はですね、夏のノースフェイスで、買ってはいけないアイテムと、買った方がいいアイテムをご紹介させていただきたいなと思います。最初にもう結論から言います。買ってはいけないアイテム。こちら、T シャツ、スニーカー、サンダル、そして買った方がいいアイテム、ボディバッグ、名作中の名作、バーサタイルショーツ、バーサタイルミット、そして最後がリュックというところで、計6点ということになってます。まずは買ってはいけないというところなんですけども、これね、僕自身が買っててちょっとここ微妙やったなっていうところのちょっと理由がありますので、そこを聞いていただいて、買ってはいけないアイテム3つで、買った方がいいアイテムもここが良かったんですみたいなのがあるので、それを聞いていただければなっていう実体験をもとにお話しさせていただこうかなと思いますので、よろしくお願いします。もう先に見てもらったら分かりやすいと思うので、 T シャツからいきたいなと思うんですけど、 T シャツに関しては全部じゃないです。ある限られた T シャツだけが、これはもう年々言ってることなんですけども、このタイプは買わないって決めてて、ちょっと一回着てみますね。まず一つ目はポリエステル混合の T シャツとかロンティは買わないようにします。なんでなんかっていうと、これもう見てもらったら分かると思うんですけど、めちゃくちゃ首伸びるんですよ。めちゃくちゃ首ビヨビヨに伸びてて、これはこの T シャツだけっていうことじゃなくて、さっき言ったみたいにポリエステル混合のロンティとかも、もう家にあるやつもめちゃくちゃビヨビヨに伸びてるんですね。コットン100で作られてる T シャツとまたリブがちょっと違うんですよ。それはこの調子にタグとか買う時にタグついてるじゃないですか、茶色のやつ。あれ見てもらったらポリエステルとか綿100とかって書いてるから、綿100のやつはまあ全然まだマシないけども、ポリ入るとなんかすっごい伸びるんですよね。これ全く同じ生地でロンティとか柄は違いますよ。また柄違うんだけど、そんなんとかも全部ビヨビヨに伸びちゃってるから、ノースフェイスのポリ入りのはうちは買わんとこねっていうのは、僕と嫁の中ではもう暗黙のルールなんですよ。パッてタグ見たりして、あかんわって言ってもう何も言わんと買わへんっていうようにしてるので、これちょっと洗濯の方法とかによるかもしれないですけど、我が家は特に別に変わったことはしてないんですけど、普通に洗ってる方法としてはドラム式洗濯機にぶち込んで乾燥までしてるだけなんですけど、やっぱすっごいこの辺がビヨビヨ伸びてくるっていうところなんで、個人的にはもし買うときはちょっと気をつけていただいたり、洗うときはちょっと気をつけていただいた方がいいんじゃないかなっていうのが一つ目です。で、二つ目っていうのが何なんかっていうと、スニーカーですね。スニーカーに関してはノースフェイスって結構靴とかも力入れてるように思ってたんですけども、いかんせん今いろんなブランドがすっごい履き心地いいスニーカー出してるじゃないですか。それは特にこういったニューバランスなんて、もう元々足のブランドやから、こんな足のブランド持ちわ持ちわが作った方がええに決まってるじゃないですか。おそらくノースフェイスも靴専用の工場で作ってるはずなんですけど、僕はいつもね履き心地が悪くてもう履かないんですよ。いつもどんなの履いてるかっていうと、もちろんニューバランスもそうやし、あとオンっていうスニーカーも履いたりするし、それがにやったらナイキとかも履いたりするんですけど、圧倒的に履き心地悪いので僕はもう履かへんようにしてて、ただノースフェイスの靴が好きっていう方もいらっしゃると思うので、個人の感じ方にもよると思うんですけど、個人的には2万円ぐらい出すんやったら他でおすすめなのはオンですね。オンのクラウドモンスターとかは同じぐらいの金額で多分履けると思うんで、その代わりこれは防水ですけど、そっちは防水じゃないんですけど、履き心地だけで見るんやったら圧倒的にオンの方が良かったり、あともっと言うとバンズの方が履き心地僕いいんちゃうかなと思ったりするので、個人的にはちょっと苦手な履き心地なんです。人によってほんまに違うと思うので、あくまで僕の一つの感想なんですけど、ちょっとくっつけ弱いのよねと。で、次もサンダル。これサンダルもリカバリーサンダルって言って今人気のやつ出してるけど、やっぱリカバリーサンダルは老舗のこのウーホスとか、これ日本人のために開発されたリグっていうような、まあ、履き心地のさらにいい靴とかがあって、ノースフェイスのサンダルがだいたい9900円とか1万円ぐらいなのに対して、他のブランドとかだったら6000円台であるんですね。6000円台でただ安いってだけじゃなくて、安くて履き心地もいいんですよ。こういうところはやっぱリカバリーサンダル専門のところの方が強いじゃないですか。で、こういう時にニューバランスとかは出てこないので、ニューバランスはスニーカー、リカバリーサンダルはリグとか、あとウーホスとか、こういうのがやっぱりコスパもいいし、ちょっとノースフェイスになるともうブランドが好きな人やったらめっちゃいいと思うんですけど、ほんまに履き心地がいい、足をマジで楽にしたいって言われたりしたら、ちょっとまあ個人的には僕はお勧めしないなっていう感じになってますので、めちゃくちゃ使い勝手いいっていう人もいてると思うんですけど、僕の視聴者さんにはおすすめのリカバリーサンダルなんですかって言って、ノースフェイスのこのサンダルは出てこないっていう感じになってるし、この靴も出てこないし、この T シャツも出てこないので、 T シャツやったら違うここのブランドがいいと思いますよ。例えばこういう白っていう T シャツがあのヘインズから出てるんですけど、こんなんは2750円ぐらいであるので、このノースフェイスのこの伸びた T シャツの半額ぐらいで買えるんですよ。で、それやったら多少これも形は崩れるけども、首がここまでビヨビヨになることもないし、最悪買い直せたらいいし、スニーカーはオンのクラウドモンスターの方が個人的には好きやし、サンダルはリグかウーホスで買っていただくのが一番いいんじゃないかなと。結局足疲れて靴ずれなんてしたらもうその日終わりなんですよ。ましてや旅行行ってる時なんかに足疲れたりしたら、もうほんまに思い出どんどん減ってくるから、やっぱり極力歩けるとか履いてて楽とかっていうところってめっちゃ大事になってくるじゃないですか。多少首が重いのよりでるとかは、傍から見てちょっとダサいなぐらいで終わると思うんですよ。だから別に旅行してても楽
服は旅行できると思うけど、足元終わったらマジで終わりやから、僕特に旅行月2回とかは行くので、ぜひ足元にはねお金かけるっていうのは大事じゃないかなと思いました。特に専門のサンダル屋さん、専門のスニーカー屋さんっていうところが個人的にはおすすめやなと思いますが、じゃあそんなノースフェイスのことばっかりディスってるけども、何がおすすめなんかっていうところでですね、ノースフェイスはやっぱりアウターが強いっていうところがあるんですけど、夏はアウターがないんですよね。だから迷うところなんですけど、逆に小物とかが強くなってくるっていうところがノースフェイスの面白いところで、やっぱりボディバッグですね。ノースフェイス女性の方とかでもこのボディバッグ持ってはる方多いけども、ボディバッグはコスパから考えてもちょっと異次元やなと思うんですよ。僕がめちゃくちゃ気に入ってるオリオンっていうやつがあるんですけど、それはね嫁に持ってかれました。嫁今海外住んでるんですけど、ボディバッグでいいやつあるって言われて、あれタックンおすすめのやつあったよねって言われて、うわちくしょ言わんかったよかったと思ったんやけども、オリオンパッて持ってかれて、今ねこのちっちゃいやつしかないんですけど、僕結構ボディバッグはレザーのね自分で作ったやつ使うことが多いんですけど、ただこの後も紹介しようと思ったんですけど、バーサタイルショーツ履いてる時ってレザーのバッグよりもこういうナイロンスポーツバッグの方が合うんですよね。まあ例えばこういうめっちゃ普通の白 T にショーツ履いてますと、でこのスタイルの時にレザーっていけんことないけども、ちょっと違和感あるというか、これはちょっとなんか綺麗な感じするよねっていうなった時とかに、スポーティーなバッグなんかないかなってなったら、こんな感じがね合ってくるんですよ。ちょっとサイズちっちゃいけどね、サイズグラニュールかなんかで、これちょっとちっちゃいやつやねんけど、ほんまもうちょっと大きかったりしたら、これショーツとかとめちゃくちゃ合うじゃないですか。だから意外と夏場ってこういうスポーツバッグ結構持つ機会多くて、逆に冬場は少ないんですよ。冬場ってなってきたらシャツとか着た時ってあんまこんなん似合わへんけど、大学生みたいになってくるから、なんかちょっとちゃうなってなるけど、夏場の半ズボン履いてる時なんかってめっちゃ相性いいなと思うから、ノースフェイスのボディバッグ、こういうグラニュールでもいいし、スイープでもいいし、オリオンでもいいし、おすすめはオリオンなんですけど、オリオン使うとすごい容量もジャストでいいし、あれはノースフェイスの中でも隠れた名品っていうところでね、三種の神器って僕は勝手に呼んでたりしてるんですけども、あと二つなんやねんって話だけど、そういうところもあったりするので、ぜひねおすすめかなと思います。で次がね、今履いてるバーサタイル系ですね。バーサタイル系に関してはこれはほんまに夏のノースフェイスで知らん人絶対いてないから、もう僕があえて言う必要なんか全くないんですよ。もうこれをあえて動画にしてる時点でちょっとダサい、もうこんなこと言わんでいいっていう感じで、たくさんお前それ殿堂入りさせとけよって話なんやけど、なんで言ったかというと、バーサタイルミットも出てきたから、一応これもちょっと触れとかなあかんなと思って紹介させていただきます。ミットはちょっと長いんですよ。この長さってまあなんていうのかな、ゆったりするのが好きな人とかいてるから、別に年齢とかあんま関係なく、ちょっと長いのが好きっていう人なんかはねこっちになってくるかなと思うんですけども、これもびっくりするだけ軽いですから、めちゃくちゃ軽い。バーサタイルショーツもミットもめっちゃ軽くて、だいたい入り口はみんなパタゴニアのバギーショーツから入り出すんやけども、バギーショーツめっちゃいいやん、これめっちゃ最高って言ったら、中のライナーがあるからちょっと邪魔なんですなんて言ってたりしたら、バーサタイル見つけてこっちの方がいいですって言って行くんですよ。結局水陸両用やからね。そのままこれマジでプール格好ですよ。近所の市民プール、子供と一緒に行くときとかマジでこの格好で行って、上だけ脱いでプール入って、帰り T シャツ着て帰ってきたらもうそれで終わりなんですよ。わざわざ車とか乗らへんから、別に下濡れとってもええじゃないですか。家帰ってきて子供らと一緒に風呂バーンって入るっていう感じのスタイルにも仕上がってるんですね。だからこれがおすすめっていうところになってて、最後がリュック系なんですけど、リュックもね僕個人的にこのリュック結構気に入ってるんですよ。でこれはバンダナ柄やったんですけど、毎年は出てないと思いますけど、ホットショットっていう、もうノースフェイスのザ定番のリュックなんです。これはこれでね、なんでいいのかっていうと、意外と盲点かもしれないんですけど、リュック使う時とかのファスナーって皆さんあんま見ることないかもしれないですけどね、これねファスナーの大きさが8号っていう大きさなんですよ。つまりどういうことなのかっていうと、大きいんですね。だから結構取り扱いしやすいんですよね。ちっちゃいファスナーとかやったらなかなかこう取り扱いしづらかったりするんやけど、大きいファスナー使ってくれてるから取り扱いしやすいし、結構頑丈でガシガシいけちゃうんですよ。だから普段の持ってるリュックとかはちょっとおしゃれなリュック持ってますと。ただ夏とかってなったら、ちょっと旅行出かける、ちょっとプール行くとかってなったら、ここに全部ぶち込んどいたらいいんですよ。水筒とあとお菓子とか入れて、着替えとか入れて、もうこのまま行くんですね。で子供ら手繋いで一緒に行って、でこれロッカーなんかぶち込んで遊んで、これロッカーから出して、あと帰るっていうスタイル。どうしても僕らぐらいの年齢になってくると、リュックに柄ってあんまつけないんですよ。もうだいたい黒とかのアークテリクスのこういうねスタイリッシュなね、アローみたいな感じのとか、あとまあブラックエンバーで、まあこれもスタイリッシュな感じですわ。でこんなんとかになってくるから、ちょっとショーツとかに合わせるラフな感じとかってなってきたら、なかなかなかったりするんやけど、これはなんかあったらなんだかんだ使うかなみたいな感じで、別にそんな高いわけじゃないので、5万も6万もするんやったらちょっとあれかなと思うけど、確か2万とかであったりすると思うし、しかもこれ毎年出てるやつやけど、よくセールかかってるんですよ。ただバンダナ柄はその年しか出てなかったけども、そういう柄とかカラーものとかで出てくるから、で大体カラーも人気なやつはもうセールかかってるので使えますし、もっと言うならこれも使わんくなったってなった場合は、防災用のバッグにこれを変えるんですね。これでもし何かあった時用にもう防災の着替えとか、なんかそんなのこうぶち込んどいて、何かあった時にもうこれ持っていくみたいな感じのバッグにしてあげると。海外旅行行く時なんかもうリュック盗まれたってええわっていうリュックなんかはもうこれとかで行っちゃってね、結構作りはしっかりしてるから、もうガシガシこの辺バーンって置いたりとかしても全然いいし、裏面がメッシュでできてるから蒸れたりとかしづらいっていうところもあるんですよ。だから街用に綺麗に使いたいとか、おしゃれに使いたいとかなってくると、僕は普段紹介してるようなこのアークとかね、このフォージとかね、このあたりになってきたりとか、僕も絶賛使ってますけど、こうレザーのリュックとかになってくるんやけど、
ども、今白人とかね、よく大阪とか東京に旅行来てるじゃないですか。だいたいそんなカバン見たらね、グレゴリー持ってたりこうやってノースフェイス持ってたりするでしょ。あれとかって本来は多分そういうカバン使ってないけども、旅行の先やからもしパクられてもしたりしてもいいし、最悪汚れても全然いいやっていう感じで多分こういうバッグにしてるんやと思うんですね。だからめっちゃこれ買ってほしいなとは思わへんねんけども、もし旅行行くちょっとコートがあったりとか、ちょうどリュックなんかそういうのリュックないなみたいな、おしゃれなリュックばっかりでなんか汚れもええリュックとか、なんかもうパクられてもええリュックないなってなった時なんかは、意外とこれね候補に挙げたりとかしても面白いかなと思いますので、今回この3つを紹介させてもらったということになります。だからボディバッグ、リュック、バーサタイル系のショーツ、夏のノースフェイスはこの3つ買っとったらもういいんちゃいます。あとはまあランニング用とかはあったりするんですけど、あくまでこれ街用っていう感じなんで、ランニング用とかキャンプとかになってきたらちょっとまた話変わってくると思うんですけど、ノースフェイスもやっぱこうワクワクしてくるのが大体9月ぐらいから秋冬が立ち上がってくると、もうワクワクみんなしてくるので、その時ぐらいまではちょっとこの辺でちょっとしのいどこうかと、一旦ちょっとこれ様子見どこうかっていう感じにしといてもらって、9月ぐらいからお、マウンテンライトジャケットできたぞとか、おいおいなんか今年のダウンちょっとこんな感じで買うらしいぞとかって言って、皆さんでそわそわワクワクしてお話ししたいなと思ってますので、今回は夏のノースベースのおすすめということになっておりましたんで、めちゃくちゃ主観だらけのね話なんですけど、これを持ってはる方、僕はもう買う方がいいですよって言ってのを持ってはる方もいらっしゃると思うんですけど、それはもう持ったらそれは愛してください。僕は適当に言ってても、いやお前が言ってたって関係あるかと、俺はこれを好きで買ってんねやっていう風に僕に言われんでもそう思ってると思うんですけども、愛してもらってね、長く使ってもらえたらいいかなと思いますので、今日はそんなことで、これから買おうと思ってる方なんかにはおすすめなやつと、逆に買ったら僕失敗やったよっていう話もねさせていただいたという動画になっております。はい、ということでね、また次のノースベースのおすすめは秋ぐらいにちょっとやりたいなと思ってますので、秋口ぐらいにこれは買ってください、これめっちゃいいですよ、毎年こすり続けてんねんけども、やっぱそういうのって生活スタイルちょっとずつ変わってくるじゃないですか。でそれによっていいおすすめのものもちょっとずつ変わってきたりするので、また楽しみにしておいてもらえたらなということで、本日はですね、夏のノースフェイスの買ってはいけないアイテムとおすすめのアイテムを紹介させてもらったという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。